ではでは。あき焼けるよそれ。蓋が。え？今熱々やったっけ鍋がさ。気をつけて。では今日は初チャレンジ料理味噌きりたんぽ鍋をやってみたいと思います。すでに下ごしらえは終わっております。ではまずはごま油でニンニク生姜を炒めます。のりこさん、こんばんは。今日も楽しみです。こんばんは。いや、だから焼けるけん大丈夫かなって。大丈夫と思うよ。ごま油をちょっと取ってもらっていいですか。アイさん、こんばんは。ちょっと入れてみるといいとね。大さじ1ぐらいです。大さじ1ね、はい、で、これにニンニクと生姜のみじん切りを加えます。これやろ。はい。気をつけていいですか。はい。キキタキさん、こんばんは。私もご飯を作りながら見てます。よろしくお願いします。同じ時間帯に料理してますね。ユミさん、こんばんは。島根県からです。きりたんぽ鍋は食べたことがないので楽しみです。そう、食べたことがないので作ってみようと思いました。初チャレンジなんでどうなるでしょうか。で、香りが立ってきたら豚肉と鶏肉を炒めます。リエさん、ご家族何人でお暮らしですか。3人です。あやみさん、きりたんぽ食べたことないです。美味しそう。そう、食べたことないので、ね、作ってみようと思いました。きりたんぽのお店がないんでね。もう見逃してきた。ボーイズマムさんかな、こんばんは。はい、入れ、肉を入れます。肉を軽く炒めます。両方ね。はい、鶏肉と豚肉入れます。金さん、こんばんは。お邪魔いたします。こんばんは。マチコさん、こんばんは。2日続けて見れました。きりたんぽ作ったんですか。そう、きりたんぽ見よう見まねで作ってみました。うまくいってればいいんですけどね。ヤシジさんかな、こんばんは。ヤシジさん、 TikTok ではかなえです。よろしくお願いいたします。お願いします。豚肉は食べやすい大きさに切ってます。鶏はもも肉を使ってます。
したらいいんじゃないかな。はい、一旦火を止めてください。はい、はい、で肉を右端の方に寄せといてください。はい、で空いたところに味噌だれを作っていきます。はい、はい、味噌だれをね、はい、味噌をここで 100g、 あ、箸が落ちちゃった。キニさん作ったんですか。すごい、私前に作った時はスーパーで買ってきました。さすがです。きりたんぽでも食べれるところは、ん、スーパーで売ってるところだ。多分食べてる文化があるところだろうなと思う。こっちは多分売ってなくて手作りで作りました。 100g ね。 100g、 50g と思う。そういうふうにちょっと赤を入れる。はい、ヤシジさん、まだ見たことも食べたこともありません。そう、見たことも食べたこともないから食べたいと思って作ってます。ジュンさん、お母さん、息子さん、こんばん。味噌きりたんぽ鍋食べたことないから楽しみ。そう、こちらも食べたことないので楽しみです。どういう味になるのか。美味しくできるのか、そもそも。誰か秋田県の人が来たらな。秋田県の人にアドバイスをもらいたい、ね。うん。YKさん楽しみ。たかこさんこんばんは。これを次は、みりんを大さじ4入れます。これね。はい、ヤシジさん楽しみですね。そう、楽しみなんです。とみりんと醤油がいるから同時に出しておいてもらっていいですか。みりんと醤油。はい、カホナママさんこんばんは。ピーマンの煮物を作りつつ拝見してます。あ、ピーマンの煮物ね。みりんと醤油とだけです。だけね。はい。酒は？大丈夫です。入れてもいいやろうけど、うん。ちょっと入れましょうか。入れてもいいと思う。トマタンさん、おばあちゃんの手料理は愛情たっぷりでさらに美味しいですね。で、みりんは？ね、大さじ4。4。さゆさんこんばんは。りささん、きりたんぽと餅とはまた違うんですか？きりたんぽはもち米じゃなくて普通のご飯を5分好きぐらいにしてまとめたものがきりたんぽ。いや、そもそもたんぽらしいんですよね。たんぽを切るからきりたんぽ。醤油は大さじ2です。大さじ2。あ、よかった、そうだった。で、酒はもう書いてなかったけどちょっと入れてみましょう。けいこさんこんばんは。イエさん、素敵なおばあちゃまで優しいお孫さん。お孫さんおいくつですか。うちは母と息子のでやっております。詳しいのはプロフィール欄など紹介にしております。よろしくお願いします。はい、入れました。はい、でそれをよく溶きます。味噌を溶かします。トマタンさん、一生懸命お料理する姿が可愛いですね。
味噌が溶けたら水を加えます。トマタンさん、お母様それはなおさら美味しいですね。ラムナーさん、台所に立っているおばあちゃんの後ろ姿になぜか涙が出てきます。涙が出てこないんだよ。ああ、自分のおばあちゃんがとあれして溶けましたか。はい、溶けた。溶けましたら水を700入れてください。はい、水を700ね。はい、レインボーさん、こんばんは。いつも楽しみにしてます。ありがとうございます。タカコさん、今日はタラの芽とフキノトウを買って天ぷらにしました。季節ものね、天ぷらはいいですね。はい、700。はい、味噌を入れて、水を入れて、で火をつけてもらっていいでしょうか。あ、そして火をつける。はい。じゅんさん、うちは今日長崎ちゃんぽん作っています。あ、長崎ちゃんぽんね、よろしくお願いしますね。長崎ちゃん、そうね。次はごぼうとしいたけとまいたけを入れてちょっと煮ます。トラさん、こんばんは。味噌きりたんぽ、秋田県のきりたんぽ鍋は醤油味ですって思ったんですけど、味噌きりたんぽ鍋っていうのがあるよっていうのをね、ラジオで聞いたのかな。で調べてみた、味噌きりたんぽ鍋っていうのは幕末より前の時にあったらしいんですよ。だから本当の伝統は味噌きりたんぽ鍋の方が伝統食らしいですよ。なので食べてみたいと思って作ってみました。秋田県の方がいらっしゃったかな。火ついてます？大丈夫かな。ついてます。ほら、うん、で次がごぼうとしいたけ、まいたけを入れます。はい、あとは一応糸こんにゃくと薄揚げとか、薄揚げは火を通してるから大丈夫かな。まいたけはちょっと切ってないのでそこは処理してもらって、
たかこさん、こんばんは。もうちょっと強くしてみようか。うん、沸かすまではね。トラさん、秋田生まれ育ちですが味噌味は食べたことないですね。お店でもないかも。お、そうな。そしたらどこの文化になるんだ。まあでも味噌きりたんぽ鍋で検索してみてください。そういうふうに書かれてたの。のりこさん、こんばんは。通信が悪くて。あ、映ってますでしょうか。音声映像いかがでしょうか。 YK さん、きりたんぽは手作りですか。そうです、こちらの方でちょっと売ってなかったんで手作りで作ってみました。合ってるかどうかわからないですけど。はい、そしたらこれに、それにネギと、あ、ネギじゃなかった、ごぼう、しいたけ、まいたけを入れていきます。メルさん、味噌味美味しそうですね。そう、味噌味の方が美味しいかなと思って選びました。タムさん、こんばんは。いつもライブ楽しみにしてます。ありがとうございます。シェンケンひとみさん、こんばんは。ごぼうと舞茸と椎茸。舞茸、椎茸でしたね。あの一応片ある程度あのまとめてくださいね。バラバラに入れんでね、あのお鍋のっていうか材料の1、あ、そう、そうバラバラバラって入れたらもうぐしゃぐしゃになるけん、ある程度こう固めてもらっていいですか。これは全部、もうそう任せます。美味しそうな分量で。トラさん、そちらの郷土料理かなって思いました。違います、秋田県の郷土料理です。ダックママさん、こんばんは。そう、味噌きりたんぽ鍋はラジオで聞いたんですよね。バナナマンの日村さんが食べて美味しかったって言ったの、多分その記憶があるって。味噌きりたんぽ鍋ってあるんだと思って作ってみたいなと思ったのがきっかけですね。でも秋田の方が知らないってことはあんまりメジャーじゃないのかもしれない。そもそもきりたんぽを食べたことないですからね。あとはしいたけ、ダックママさん、きりたんぽは手作りですか。そうです、見よう見まねで作りました。だから本当はこういうのじゃないよっていう人がいるかもしれないけど、まあ、その点は想像で作ったと思ってください。トマタンさん、すごい。カホナママさん、ご飯とお味噌合わないはずないですよね。美味しそう。きっと美味しいと思ってるんですけど、まあちょっときりたんぽ作りがうまくいってるのかどうかだけですよね。ダックママさん、セリはなちょっとなかったので、あったのかもしれないけど三つ葉が残ってたので三つ葉にしました。でもいろいろ調べてみたんですけど、どこでもセリを入れてるみたいですね。トラさん、今度やってみよう。そう、ぜひね試してみていただいて、あ、こういうものだなっていう感じが味わってもらえれば。
だいぶ火が入ったら、あとは糸こんにゃくと油揚げとネギと三つ葉を入れますね。どうでしょうかね。椎茸にまだちょっとあのもうちょいよね。その他のを入れるタイミングをどうしようかなと思ってさ、糸こんにゃくとか後でいいかな、先に入れときますか。ダックママさん絶対美味しいですよ。糸こんにゃくは入れとってよかと思う。じゃあ糸こんにゃくを入れとこうか。味見てみよう。味見をちょっとしてみましょう。足らなかったらちょっと味を増やそう。金さん、うん、美味しそう。これ使っていいかな。うん？うん、ニンニクと生姜が入ってたけど問題なければ。リエさん、みりん入れたら美味しいかもですよ。みりんが入ってますよ。うん、強い強い。味噌、みりん、醤油、ちょっと酒も入れてみました。ちょっと強かね、おかずやね。あー、ダックママさん先に入れます。舞茸は後の方が良かったです。セリがないのが残念です。美味しいのは美味しい。大丈夫ですか。うん、美味しいのは美味しいけど濃い。濃い。ちょっと入れすぎたかな。味噌が、うん。まあでも野菜がこれから入っていくからいいんじゃない。そうね。そうと思います。順番がちょっと違うのではと。舞茸は後の良かったんじゃないかってことね。なるほど。美味しい美味しい。やっぱセリがあるのとないのじゃやっぱり。きりたんぽの味が違うんだろうな。味がすごくいい。みおさんこんばんは。今日はきりたんぽ鍋なんですね。ちょっときりたんぽ鍋を食べてみたくて、どうしても初めて作ってみました。火が入ったら後のものを入れていけばいいかな。そうね。そう。あとは揚げと油揚げと三つ葉とあとはそのはい、一番最後ですと、ネギも最後ぐらい。だからネギはある程度火が入ったら他のが入れていいって書いてある。まあさん、今日はインスタなんですね。今日はインスタです。全部入れたかね。あとこれとこれだけでいいかな。あとはその担保です。これね、担保を切ってから入れます。あ、そうか。まずこれから入れる。あとからこれを入れる。担保を切ります。外してもらって包丁で。あ、外してね。うん、もちろん割り箸ごと切らないです。じゃあ包丁で。
切ります、はい、あー違う、もう真ん中ぐらい、ちょっと大きいから3つに割ってもいい、大きいやつはね。園さん最初から見たかったです。そしてこれは寺野さんこんばんは。一応アーカイブ、美味しくできたらアーカイブに残したいと思います。これは2つね、はい、あもう入れながらでいいんじゃない、そしたら崩れるから狭いし。あ入れていい、うん、崩れなければいいけど初めて作ったから。寺野さんこんばんは。こたままさんお母さん頑張って。みかさん最初から見ていなかったのですか。タンポは何かつなぎを入れてるのですか。いえつなぎは入れてないです。一応五分付きぐらいにして塩水で丸めてます。あダクママさん入れないでって書いてる。入れないで、なんだもう出来上がりだから入れていいんじゃないの。きりたんぽ入れちゃダメって言って。いいよ、ちょっと。うん。でも、終わりですよ、もう。違うのかな？ラムさん、きりたんぽ食べたことないよ。どういうことかな？入れちゃダメってどういうことかな？入れちゃダメって？うん、入れちゃったね。入れちゃったよ。あとちょっと、あと一つの。でも、もう、あとネギが入れてなかった、そういえば。ネギの入れ忘れ。あとネギ。ダックママさん沸騰したら粉々になりますって書いてある。ああなるほど。これをちょっと先入れようか。先にネギを入れてしまって、ああそういうことか。ネギを火を通して後から入れないといけなかったんだ。止めてから。だから火を止めないといけないんだ。うん、なるほど。そして切りたんぽを入れるんだ。ああそっか。タイミングを失敗したんだ。ミカさんありがとうございます。こたままさん串から外すんですね。そうです、切らないときりたんぽにならないからね。あーじゃあ崩れるかな。よし、そしてあとやっちゃったな。これはあとからパンパンって入れるか。そうそう、そこはもう最後でよかと思ったけど、ネギを入れるの先だった、失敗した。崩れるかな。これ取る？いやーもう崩れるでしょ出したら。でも出した方がいいのかな。入れないでって言ったんだけど。うん。OK です。え ？OK です。ダクモさん OK です。え ？OK です。うん、わからない。もういいのかな。どっちがいいの？わかんない。ネギがあと少し火が入ればいいんだろうけど。金さんネギはすぐ火が通りますねって書いて。タムさんご飯を出す？タイミングの問題だったと思いますね。ネギが煮えてからきりたんぽ入れれば、あ火を止めてからきりたんぽ入れればよかったってことでしょうね。そういうことでしょうね。でもこれすぐ煮えるよ。ラムさん出しましょう。あ沸騰させないでって書いて。火を弱くすればいい。弱火で煮たらいいんだ。そしたら沸騰したら粉々になるってこと。蓋をして煮ればよかった。ダメなのか。リエさん絶対美味しいです。ゆうこさんこんばんは。だいぶいいかな。いいかな。あと これだけ入れてないという。そうそう、いやだからだいたいネギに火が通ったらもうそれを追加して入れて三つ葉を入れようかね、うん、もうちょっとね、うん
ラムさん、ネギ一回レンチンすればよかったね。メルさん、三つ葉いいですね。そう、親子丼を作った時の残りの三つ葉を使います。本当は秋田県の郷土料理なんでセリを使う方がいいかなと思ったんですけど、残り物だったんでね、作ってます。あー、ダックママさん、きりたんぽを作る時片栗粉に水を入れてご飯を潰しながら入れるといいです。あー、なるほど、よりつなぎがつながるってことか。なるほどね、勉強になる。いいかな、どうやろうか、ネギは。もう少しね、もうちょい。タムさん、美味しそう。もうちょっとね。ダックママさん、OK です。こんなとこだね。トマタンさん、美味しそうだね。KND さん、今日もおばあちゃん元気そうでよかったです、癒されます。ボノボノさん、おばあちゃんに会いたくなるな。そしたら入れますか、どうでしょうか。どうでしょうか、どう入れますか。いや、もう最後全部。いや、まだまだ。ん、野菜が見えてない。まだ見えてない、これが。ああ、たかこさん、温まりそうですね、美味しいでしょうね。りんこさん、出遅れました、完成ですね。もうすぐ完成です。いや、でもこれ並んでみたら食べれるからね。ということは、ピリタンも全部入れる。ネギが煮えてからでいいけど。おたままさん、お鍋かわいいですね。で、YK さん、美味しそうですね。あと、三つ葉をパパって入れてね。はい。ゆみこさん、こんばんは。食べとったらね。ん？食べとったらね。Aさん、息子さん、味見してみてください。スープをちょっといただきたい。ゆみこさん、はい、美味しそう。スープをあげましょうか。美味しい。美味しいやろ。うん。まあでも確かに濃いかもしれんね。うん、ちょっと濃いからでしょ。でも美味しい。うんうんうん。でもそういうもんかなと思ったりもするけど、うんうん、ちょっと濃い味で。うんうん、濃い味でね。うん。寒いところに住むところの人は塩分高めって聞くしね。ちょっと強めの味付けなのかもしれない。まゆさん、こんばんは。うんうん、タムさん、おばあちゃんお肌ツヤツヤですね、綺麗。まゆさん、もう終わりましたか。最後の仕上げで終わりです。
どうでしょうかね。これも文房入れとくか。はい。土だけ入れるんだよね。うん。横じゃなくてなんか縦にした方がいいみたい、見た目的に。縦？そうそう。こう？そうそう。なんとなくそういう映像が多かった。STM グラムさんかな、初めて配信見れた。ちょっとこれを後からね。はい。ピンクのお鍋かわいい。じゃあほとんど出来上がり。うん。もうこれでいいんじゃないの？え？もうこれでいいんじゃない？かけて。その三つ葉を入れていいんじゃない？大福ママさんこんばん。今日はインライなんですね。そうですよ。全部？全部。あ、散らさずに。散らさずに。うん、もうまとめ、どこかにまとめてもらった方がいい。エリさん、こんばんは。いつも楽しみに見てます。のりざえもんさん、お鍋ほっこりしますね。うん、全部使ったよ。なんか結構多いみたい。入れる量が。だからいいかなと思って。そういうもんなんじゃないかな。結構構想的な感じで使ってるのかなと思って、その味が濃くて、でこういう七草っぽい感じでさ、毒出し的にも使うのかなと思って。秋から冬にかけての料理っていう風に書いてあった。よし、これで完成だね。完成です。はい。OK。遠くだからちょっと見えないけど。よいしょ。こんな感じでできました。これが、味噌きりたんぽ鍋です。りえさん、すごく美味しそうです。キンさん、できましたね。お疲れ様。また楽しみにしています。失礼します。メルさん、美味しそう。では、こちらで。最後までご覧になっていただいた方は58名の方。ありがとうございます。こたままさん、食べたい。では、皆様ありがとうございました。ありがとうございました。あ、テラノさん、味噌汁の水の量です。分量ですけど、お椀2杯分でちょうどよかったです。ありがとうございました。タカコさん、美味しそうですね。よいしょ。